クリア前にほったらかすなんてありえないっつーの。まあでも、こういうお遊び要素が出てくることもあるから、油断はできないよね。さあ、どうする？私と君は、今のところこの時代しか操れないようだ。これだけでは意味はない。何かしらの理由によって、ここでの変化は、私たちの元へたどり着く前に急につかされ、小さな波すら届かないからな。だが、私も君も、少しずつ、その力の効果圏を広げている。やがて、私のいる未来の時代や、君のいる過去の時代を、直接操れるようになる。ところが問題が生じた。時間は一本道だ。過去も現在も未来も繋がっている。パラレルワールドとは多くの世界があるのではない。時間というゴム紐、パチンコ台のように無数の釘を打った台の、どこが釘に引っ掛けていくか、ということでしかない。そう、たとえ私たちが、それぞれの時代を直接操る力を得たとしても、おのおのがゴム紐を勝手に動かすと、動作不良が起こる。他の時代に興味はなくとも、時間は繋がっているからな。これでは非効率的だ。私たちは素晴らしい力を持っているはずなのに、結局は何も出力できなくなる。今と同じようにね。私たちは、互いに競合を起こさないように、効率よく、力を振るうべきではないかね。さあね。君は何度か体験したように、その都度コロコロ歴史が変わるか。あるいは、時間の軸が対処できずに、大きな空白となるか。いずれにしても、前後に2000年以上挟む私たちには、関係のないことだ。それが君の答えか。
決裂か。ならばそれでも構わない。無用にゴム紐をかけ直す君のこの時代の指先を消してしまえばいいだけなのだから。本当にやんのかよ。戦いたくなんてないけど。いつでも呼んでほしいんだよ。なんとか勝てたか。行ってって。私は敬虔なシスターさんだから懸命に祈りを捧げていたせいで疲れてしまって、つまりご飯の一つも与えてくれないとこれは神に対する冒涜かも。まだだ。私は正しい。そういう風にできている。それにこの時代の人間だって、そうされることを望んでいるのだからな。この時代の人間だって、何もないのは嫌だろう。普通と呼ばれるのは嫌だろう。事件がなければつまらないんだ。刺激がなければ死んでしまうんだ。強い能力、予想外の魔術、優れた戦果、勝利という結果。そういったものがなければ、あっという間に忘れ去られてしまうんだ。ならば、それを私たちが与えてあげようじゃないか。私たちはこの時代に対してなら、それにふさわしい力を持っているのだから。その行為に対するささやかなお礼として、私たちはその力を拡大させるのも悪くはない。だろう？
レベルゼロ。最強。後ろは任せなさい。こいつでどうだ。ノーマイク。余計な。ノーマイク。ノーマイク。ほら。こいつでどうだ。ノーマイク。余計なこと。なんとか勝てたか。いってって。手間かけさせないでよね。まだだ。残念だが、何を語ろうが。時代はこちらに傾いている。